1960年代の調査では対馬全島に250頭から300、山は植林された木に変わり、田んぼでは農薬が使われ、で少しずつ対馬山猫が暮らしやすい環境が減ったり、住む場所が分断されたりしてしまいました。人の暮らしが便利に豊かになった一方で、山猫が餌を十分得られなくなり、数が減ってしまったと考えられます。ここは対馬野生生物保護センター、環境省が設置する対馬山猫保護活動の重要な拠点です。ここを拠点に対馬山猫のことを調べたり、対馬の自然について知ってもらうために情報発信したりしています。対馬山猫の保護をする上で、こうした調査研究活動はとても重要なことなのです。発見された山猫の死体の中で交通事故によると思われるものが、1992年から2004年までに28頭、またトラバサミにかかって傷を負ったり、犬に噛み殺されてしまう山猫もいます。センターでは怪我をした山猫の治療なども行います。生きた対馬山猫を見ることができます。この山猫は鶏小屋で箱罠にかかり保護されました。検査の結果 FIV、 つまり猫エイズウイルスに感染していることが分かりました。ウイルスに感染した対馬山猫は他の山猫に病気をうつす危険があり、もう野生に戻ることはできません。だけど人間だってより良い暮らしを求めるためには植林も開発も必要だったんです。自然の大切さはすごい、餌場、ねぐら、子育て場として使っていますが、集落近くの田畑など、いわゆる里地も大切な餌場になっています。それでも多くの対馬山猫が住んでいた頃も今もその姿を見ることはめったにありません。私はさっき見たわ。対馬山猫は現在どれくらい生息しているのでしょうか。おじてないな。1960年代の調査では対馬全島に250頭から300頭いたことがわかっています。しかし最近の調査では80頭から110頭と推定され、だんだん減ってきているということがわかりました。へー。対馬山猫が生きていくには、餌の豊富な場所や水場、ねぐら、そして安心して子育てできる場所が必要です。しかし山は植林された木に変わり、田んぼでは農薬が使われ、